ちに会いに来てくださってありがとうございます。これからショーをお届けするのはイルカたちとエロスイートリーターズ。訓練するトレーナーではなく、時にはイルカたちの喜ぶもの、彼らのトリートになりたいという思いでこの呼び方です。トリーターズの願いは彼らを少しでも深く知ること。言葉は通じないから、見る、よく見る、もっと見る、イルカもこっちを見る、ちらっと、じっと、そうやってまたもう一歩近づく。朝一番、元気な姿を見て安心する。目を合わせて今日も楽しくなろうと語りかける。襲ってくるものはいないけど、追いかける獲物もいない。プールで暮らす君の、僕は上に波になりたい。正面から顔を見ればね、きっと分かりやすいはず。ピンクリップミレニーです。ではこういったパートナー
ゃあね、すごいね、僕のこと見てるね、ありがとう。じゃあ次は低いところからちょっとしゃがんでる状態からね、ジャンプいける？ジャンプナイスだよね、お腹上、お腹上、お腹上。オッケーよ、戻ってくれるかな。あー、どうだった？上手だったよ、いい感じだったね。さあ、時々高い声で遠山はね、今の類の気持ち想像してみました。で、こんなことを考えてくれてるんだろうな。じゃあ、こんな合図を出したら楽しんでくれるだろう。そんなことを想像したが、僕らはね、ここにいるメンバーに合図を出したりしてるんです。では、続いては一番初めに僕が話をした魚なしでもみんなで遊んでみようのチャレンジを今日はこのタイミングでやってみます。さあ、ちょっとね、さっきからチラチラっと気にしてたのがね、浅瀬に入ってるミレニーとトモノ、今日はね、水の中に入って遊ぶ、そんな感じ。さあ、氷も投げつつ向こうだよっていう動詞、トモノはミレニーの尾びれを触ってね、背中つかせてミレ捕まって泳いだりとか、そういったこともできるんじゃないかなって、なんかそんな感じで。でもいきなりトリーバーがプールに飛び込むと、意外とここにいるメンバーびっくりしちゃうかな。少しずつ水の中に入って体を触るよ、そんなことを伝えているようですね。合わせてみました。では続いては皆さんにも参加して